哲夫が今回はブロードのケンスかなんかにフライトクラブっていうのがあって、そこでまたストリート調査してきたんで、ハイプスニーカーっていっぱいいるの。もういっぱいありました。はい、本名です。はい、哲夫です。哲夫さ、はい、この間一緒にさ、はい、ニューヨーク行ったじゃない。行ってきました。どう、ニューヨーク。もう怖い。何が怖いの？怖い、私たちが泊まってたホテルがマジで怖くて、からこうやったかいっぱい落ちてました。完全にこれ人間のっていう感じのいっぱいありました。って踏んで運がいいって言われるじゃないですか。それ完全に運が悪いんじゃないですかと思うんですよね、うん、それであれさ、いろいろなところ行ったじゃない、はい、哲夫が今回はブロードのケンスかなんかにフライトクラブっていうのがあって、フライトクラブって言ったらアメリカのリセールマーケットのメッカ、そこでまたストリート調査してきたんで、とりあえずそれ見てください。哲夫さ、はい、これ何時頃撮ったの？これ3時から4時ですね。でも一応めちゃめちゃ見られてたので、うん、道で座って動画を撮ったんですが、普通日本だと思う、普通に置くじゃないですか、うんうん、パクられるかなって一応気持ちだったので、もうずっと座って撮ったりしてるんですけど、その間にめっちゃ見られました。まあ僕もさ、ニューヨーク行くと、まあ、フライトクラブ行くじゃない、はい、やっぱし日本にはないスケールのリセールストアじゃない、うん、まあそうです。まあでも中身はほとんど一緒じゃないですかとすごい思うんですけど、うん、壁がもうイージーもいっぱい載ってるんですけど、うん、まあでも本当にめっちゃ珍しいもの、うん、真ん中に置いてあるじゃないですか、うん、それがすごいかっこよかったなって思います。それでどう、この見てさ、やっぱしフライトクラブの前で撮るとハイプスニーカーっていっぱいいるの？もういっぱいありました。やっぱりもう本当にデイリーがもうジョーダンからオフワイトから何からっていう感じなんですけど、うん、そういう感じの流れが多かったんですよ。これさ、原宿と比べるとどんな感じなの？フライトクラブの前の方がハイプな靴が多いのか、逆に原宿の方が多いのか。原宿の方が多いと思います。やっぱり一般の方もいっぱい通ってたんですけど、そういう何周とか、うん、もう本当に見たことないスニーカーもたくさんあったし、うん、ホームレスもいっぱい行ったし、まあ僕なんかこうアメリカがすごいなと思うのは、はい、やっぱしさ、ほとんどナイキじゃない、スニーカーって。ほとんどナイキですね。もうやっぱしさ、ここなんか僕思うんだけど、これ見ててもナイキが多いなって思うのと、あとコンバースも、コンバースね、はい、ナイキとコンバース、まあ同じ会社だからね、ナイキとコンバースって言ったら、はい、それでまあ多いじゃない。これでもうここでナイキ負けちゃいけないっていう、なんかひしひしと感じないこれ？もう感じませんね。日本にも流行ってるものとニューヨークが流行ってるものも一緒なので、同じような足元で同じような、まあ、服装もするんですよ、うん、シュプリームに合わせたり、うん、ハーフの T シャツ着たり、アンダーフィートの T シャツ着たり、あんまりアトモス見ないですけどね。アトモスやっぱしハーレムだから。あ、まあそうですよね。なんかあれだよね、もうハーレムって言ったらさ、もうほとんど履いてるのが男でも女の子でも、うん、みんなナイキじゃない。ナイキでもティンバもそうですし、うん、ナイキだとやっぱりあれですよね、ジョーダン、ジョーダン、あと今ヤジが履いてるゴードーム、そうそうそう、ゴードームもよく見ます、ね、そうだよね、はい、だからもうほんとナイキの天下だよね。だけどやっぱしここでもさ、見てて思うのが、女の子がさ、やっぱスニーカー履いてるって思うじゃない。そうですよね。なんかやっぱしその文化をなんかどうやったら日本に持ってこれるのかっていうのが、例えば日本の女の子さ、うん、思った以上にもうスニーカー履いてないよ。履いてないですよね。まあ、やっぱり雑誌が大事なんですか、うん、日本の文化だと、うん、まあ、今季はもうスニーカーとか、今季がパンプスとか、そういう感じの流れが割と多いかなと一応自分が思う。いや、多分ね、僕思うのが、今季がスニーカーとかさ、今季はパンプスとかっていうんじゃなくて、アメリカのさ、人たちってすごいみんなさ、はい、スポーティー、なんかさ、スパッツ、そうそう、なんかさ、日本でなんかこう、うん、女の子がスパッツだけで履いてると、はい、この姉ちゃんちょっと行っちゃってんなとかって思うじゃない。だけどアメリカってやっぱしスパッツ履いてる人、うん、めっちゃくちゃ多いでしょ。めちゃめちゃ多いですね。もうスパッツだけとか、うん、これで、はい、まあ、太ってても痩せてもアメリカの人って、ボディを出すじゃない。出しますね。だからルルレモンってさ、切り返しがこう、はい、おっぱい強調した切り返しなんだよね。こんな感じです。そうそうそう、ね、切り返しじゃない。 ありますね。やっぱし、はい、そのボディを見せるっていうのがカルチャーなんだよね。日本人はさ、体の線が見えたらなんか恥ずかしいからふわっとしてたりするじゃない。
しますね。だからやっぱりちょっと文化が違うんだよね。文化違いますね、はい、うん、やっぱり本当に社長が言うようにもうみんなスポーティーの格好めっちゃ多くて、うん、あのスパッツだけとかだからさ、それ哲夫が頑張ってさ、はい、そういった文化を日本に持ってこないと、これ別に恥ずかしくないんですよみたいな文化を持ってきたらすごいスニーカー履く人って多いと思うね。つまり明日からもスパッツ1枚で、そうそう、鉄をスパッツ1枚みたいな僕なんかやっぱしさ、アトモスピンクとかやってるから、はい、ちょっと思うんだけど、やっぱしアトモスピンクに靴買いに来るのかなって思う人でもスニーカー履いてないじゃない。履いてないですね。癒し系って言ったらおかしいけど、はい、癒し系、うん、まあ癒し系だよね、ふわふわふわっていうような、まあ そういった人が多いじゃない。めじめじ、そうですね、うん、そういうイメージが強い。逆になんかスニーカー履きそうだな女の子みたいなのってなかなかいないからさ。逆にスニーカー履いてる女子は基本的にダブダブのズボン履いた、うん、ダブダブのパーカーはのイメージの方が強いかなと思う。そうだよね。だからやっぱさ、そのやっぱその文化っていうか、やっぱし生活の環境とかさ、例えばアメリカ行ってさ、僕なんかマスク嫌い派だから、はい、あれなんだけど、アメリカ人はほとんどマスクしてないじゃん。してないです。日本来たらさ、みんなしてるじゃない。やばいなみたいなでも日本ってもともとマスクの文化あったじゃないですか、うん、それもあると思いますし、アメリカ人はやっぱりもうフリーがいいですか。何でも、まあそうだよね、何でもフリーがいいです、はい、なんで着ないといけないんですかっていう感じで逆に戦うじゃないですか、うん、そうだよね、はい、これで僕たちさ、あのコミコンにも行ったけど、コミコンなんてあんな密集してるところでさ、誰もマスクしてないじゃん。日本人のブースに行ったらマスクしろとか言われてさ、みんなみたいな、外人マスク持ってねえよみたいな、はい、逆に日本人のブース入るのにマスク配ってるじゃん。そうそう、配ってましたね、うん、配ってました。やっぱりさ、そういうさ、なんかこう違いっていうのが足元見ただけでもなんかいろいろさ想像膨らまして、じゃあどういう風にしなきゃ靴売れないなとかっていうのが考えるのが鉄夫の仕事なんじゃねえの。これ頑張ります。そうだよ、本当頑張ってもらわないと、はい、服装の話に戻ると、やっぱり本当にスーパー行くと、うん、日本人だとすごいちゃんとするじゃないですか、うん、もう化粧して、うん、もう綺麗な服着て行くんだけど、でも本当にアメリカの時にもう起きたままで髪の毛ボサボサで、まあそうだよね、そのままスーパー行くっていう感じなの、うん、なんか気にしてないか気にしてるかちょっと分かんないんですけど、でもなんかすごいリフレッシュするんですよね、それを見ると、うん、すごいフリーな感じで。ほら手帳はさ、はい、カナダにずっといたじゃん、はい、カナダもアメリカに似てるし。似てますね。だから初め日本に来た時どうだった。初めて行った時に誰も英語を喋れなかったんですね、うん、英語みんななしで。誰と来たの。一人です。一人で、じゃあ一人で、はい、みんなじゃなくて自分が喋れなかった。自分が喋れなかったんですね。日本語喋れなかったじゃん。でも今さ、日本人の奥さんいんじゃん。あ、いますいます。どうやって口説いたの。ナンパしました。ナンパしたんだ、はい、そうそうそう、飲食でナンパしました。飲食でナンパしたっていうと、レストランに行って隣に座ってた。いやいや、じゃなくて時間かけてやりました。時間かけてた。違う、それね、見てる人時間かけてやったっていうのはなんかこの人治療なのかなとか。違います、そういう意味じゃなくて、あの、はい、ちゃんとフレンドリーな感じで、フレンドリーで、はい、時間かけて、違う、時間かけて友達になりましたって言わないと、時間かけてやりましたって言うと、すいません、時間かけてやりましたって言うと、時間かけて友達になりましたって付き合いましたとかって言わないと、言葉足らず申し訳ございませんでした。時間かけてやりましたって言うと、こいつ時間かけて呼ばしてやったのかなとかって思われるよ。これ違います、すいません、日本語はあれなんですので、うん、いやいや、だからそういうのもなんかこう含めて一緒に勉強しながらなんかやっていかないと。そうそう、社長全く靴に、ね、話関係ないんですけど、いやいや全然、これだって鉄を紹介する番組になって。だけど本当靴見てただけでもなんかやっぱし文化が違うとかって分かるじゃん。まあ分かりますね。やっぱさ、その文化を持ってくる、文化を売るとかってやんないと、はい、お金にならないよこれ。靴だけだと、はい、靴ってさ、なんかこの頃面白くないのは、世界どこ行っても同じ靴を置いてるじゃん。同じですね、はい、どこ行っても同じだよね、はい、多分デリバリーデートがちょっと違う。この頃グローバルロンチみたいのがないから、ズームの赤面玉とか売ってたんですよ。あ、そうですね、ズームフライトですね、うん、ね、ズームフライトが JD で売ってた、ね、なんとかとかっていうのあると思うけど、うん、基本はもう同じもんが世界ドーンってなってるから、それ面白くないじゃん。面白くないです、本当に面白くないです、ね、しかも最近やっぱりアプリもあるし、もうすぐ情報出てくるので、ね、
もう来年再来年の情報も出てるので、うん、楽しみがないんですよね。そういったのも含めて、じゃあまたもう一本動画撮ってるんで、じゃあ次回また少しマシな奥さんに見て怒られないようにしねえと時間かけてやりましたみたいな。お願いします。じゃあねー。